マーコシグバはハンガリーの黒いからしの実とパンから作る伝統的なプディング状のデザートである。マーコシグボをボバーイカとも呼ばれる。ハンガリーではハンガリー王国時代に北部ハンガリーと呼ばれたスロバキアの伝統料理として知られている。マーコシグバを作るときは水に浸したコッペパンを使えば簡単で、ハンガリーでは木振りが使われる。 しかし伝統的にはマーコシュグバ専用の甘い乾パンが使われる。20世紀の初めにはマーコシュグバ用のパンを釜で他のパンと一緒に焼き、モズリンの袋に入れて天井の梁から吊るして数ヶ月保存した。オーブンで軽く焼いたコッペパンを輪切りにしてバニラシュガーやバニラ風味のホットミルクを注ぐ。ミルクを吸ったコッペパンに砂糖と消しの実を振りかける。 またはその前にオーブンで焼くことも普通である。伝統的なボバイカは独特な乾パンあるいはビスケットで作る。人肌に温めた牛乳に砂糖とイースト、卵黄、小麦粉、バターを加えてパン生地を作り、発酵して膨らんだ後、手で長く伸ばし、焼く前か後には切りにする。焼き上げたパンは半年間保存できる。食べる前にパンに湯を注いでふやかし、 温めた牛乳、バター、バニラ、レモンピール、砂糖とひいたからしの実をかけて食べる。ポーランドの幕吹き級東ドイツでは、決死の実のダンプリングという意味の低種レジャ語で、モーンピーレン、モーンクリースラ、モーンクリーサ、または、モクリーサと呼ばれる。ポーランドでは、幕吹きと呼ばれる。パンはドイツでは、バイツェンブロートやミルヒブレーチェン、ポーランドでは、ハウカを用いる。 トライフルを作る時のように、効いたからしの実と牛乳、砂糖、レーズン、アーモンドやクルミを加えて煮立てたものとパンの薄切りをボウルに交互に重ねて入れ、冷蔵庫で冷やす。ドイツでは相乗にしないで、パンと消しの実などを混ぜ合わせるだけの場合もある。もともとは、シレジアのクリスマスイブや大晦日の料理であり、包丁を象徴するからしの実が翌年に吹くとお金を、 たくさんもたらすと信じられていた。ありがとうございます。